のおかげで思ったよりちゃんとした高野菜になりそうですね。さてさて、ユニオンどころへのお二人がまだですけど、せっかく集まってくれたみんなを待たせるのもあれですよね。とりあえず先に始めてまし、ん？ちょっと先輩、やめてください。何ですかこの光。あれあれ、待て待て、どんどん大きくなってる。あ、なんかこれ微妙に覚えがあるようなないような。先輩遅い。いや遅くないです、てか遅すぎですよね。そういう問題じゃないですよ。チエルはもう30分も待ってるんです。貴重な JK の日曜日なんだと思ってるんです。え、何ですか、反論ですか。勝手に30分早く来たこっちが悪いって言いたいんですか。しょうがないじゃないですか、早く起きちゃったんだから。なんでって、それは別に理由なんかないですよ。なんかしんないけど勝手に目が覚めちゃっただけですよ。え、ああそうですね、まあ何でもいいんですけど、じゃあ映画でも行きます。はい、そうですよ。用事って暇つぶしです。え、なんか問題あります？だって昨日電話したら先輩も暇だって言ってましたよね。むしろチエルがそちらの暇つぶしに付き合ってあげるわけですから、感謝してもらって大丈夫ですよ。何おごってくれます？いや嘘です、いいです、お財布はしまってください。シエルの暇つぶしに付き合ってくれて感謝してます。本当ありがとうございます。で、映画何見ます？今ちょうどパラパラめくってたんだけど、今月割と良さげなラインナップなんですよね。ああ、これ来る途中で買った雑誌です。のぞみ先輩推しの子が載ってて、え、ちなみにいくら時代に取り残されてる先輩でもさすがにのぞみんは知ってますよね。スーパーアイドル桜井のぞみちゃん。ははははは、ああ愛想笑いが乾いちゃった。いるんですね、いまだにそういう化石みたいな冗談言っちゃう人。先輩そういうとこですよ。まあでも安心しました、さすがにのぞみ先輩、のぞみんのことぐらいは知ってるみたいですね。は、何ですかそれ。この風間チエルにのぞみん愛でマウント取るつもりですか。ふう、どうやら分からせの必要があるみたいですね。いいですよ、チェルズラ書かせてあげます。あー、いやーでもどうしよっかな、あんまりよその人に見せるのもな。これ SNS の掲載許可はもらってるけど、結局もったいなくてアップしなかったやつだからな。ふーん、どうしよっかな。どうしても見たいです。見たげな顔してますね。もうしょうがないな。はい、じゃーん、青春です。うちの学校の文化祭の時撮った青春の1ページです。チエルが墓場まで持っていきたい写真ランキング第1位ですね。でしょうね、言わずと知れたスーパーアイドル桜井のぞみちゃんです。まいったか。でしょうね、それは超絶美少女の風間チエルちゃんです。いや、いいんですよそういうボケは。冗談置いといて、それ結構いい写真だと思いません？いや、のぞみんの可愛さはもちろんなんですけど、そうじゃなくても青春のキラキラしてるとこをうまく引っこ抜けたなと思って。でしょ？実は誰かに見てほしくて仕方なかったんですこれ。でも信用できない人には見せたくないなってのもあって、チエル的にはそれ、ただちょけった若者たちがアイドル囲んでウェイウェイしてるだけの一枚じゃないんですよね。そうですね、なんか文化祭って人によってはこうあるじゃないですか。そんなに張り切っちゃうの、意識高みたいな。
そんなの適当でいいじゃん。やりたい子たちだけでやってなよみたいな。それで言うとシエルはずっとやりたい子になりたかったんです。だって高校の文化祭って人生でたった3回しかないんですよね。全力でフェスんなきゃもったいなくないです？っていうわけでシエルはのぞみ先輩のぞみんのライブを開くことにしたんです。まず有志としてステージ申請出して、そこからはもう素人ながらバリバリのバリですよ。企画書みたいの作ってのぞみんの事務所に掛け合って、マネージャーのお姉さんが優しくていろいろ教えてもらったり、あと照明とか音響、学校の設備が正直しょぼいんですよ。だからバイトしてもっといい機材をリースしたり、ライブハウスのお姉さんと仲良くなって話聞いたり、そんな感じで一人でバタバタやってたら、そのうちミーコさんとか他のクラスの子たちも手伝ってくれて、前日なんか学校に許可取って泊まり込みとかしたんですよ。まあ泊まり込みって言ってもほとんど寝る時間なかったんですけど、でもやべえ朝だとか言いながらみんなで食べたカップラーメン、あれめちゃめちゃ美味しかったな。いや嘘ですね、多分記憶が美化されちゃってますね。実際そんなエモめの空気じゃなかった気がします。実際はもうみんな時間ないのと寝てないのとでテンパってたから、無駄に怒鳴り合いの喧嘩とかしてましたね。学年とか関係なく最後までマイペースだったの隣のクラスの真帆ちゃんだけでした。でもライブの本番始まってお客さんドカーンって盛り上がって、シエル、のぞみん見たいからライブの企画したのに、なんか照明のこういうこんな機械と格闘してて全然見る暇なかったんですよ。気がついたら終わってました。でものぞみんがはけて幕が降りた瞬間、みんなでグッて無言のガッツポーズしましたね。でライブ終わった後のぞみんとこパーって走ってって、一枚だけでいいから一緒に記念写真撮らせてってずうずうしくお願いしちゃったんですよ、みーこさんたちが。いやもちろんチエルは止めましたよ。やめましょうよって言いましたよ。そんなねえ、スーパーアイドル相手に厚かましい。でもそしたらですよ、なんとのぞみん普通に「ねえ名前でもいいよ」って言ってくれて、もうみんなでちょけってウェイウェイってぶち上がり。この写真はそういう一枚なわけです。通称青春の1ページ。いいでしょ、キラキラしてません？チェルーン、お疲れ子ちゃんです。今あんたが見たチェルはチェルみたいなものよ。起きたらチェルっと忘れてるから、チェラルレポパピ、チェルコパパ。はあ、いいわね、チエルはいつも全力でキラキラしてて、あのみずみずしいところ、私も見習いたいわ。青春っていう季節がいかに短く貴重なものか、人生設計しっかりしてるあの子はそれがよくわかってるのね。だからその限られた時間を悔いの残らないよう全力で思いっきり楽しんでる、その時ほとばしるものがあのチェルーンなんじゃないかしら。今はあんたも大変な状況だけど、ううん、だからこそチエルみたいに全力で青春していっぱいチェルを貯めればいいと思うわ。じゃあね、チェルーン。眠りしてる。まおちゃんやめて、カラリンパはもうやめて。どんな夢見てんのこの子。ほらチエル起きな、高野菜あんでしょ。もうみんな待ってるよ。夜じゃないバージョンを始めます。
要するにただの食べたり飲んだり騒いだりです。形なんて何でもいいんです。みんなでダラダラと声楽祭を引き伸ばしましょう。ではこの言葉を持って乾杯に変えさせていただきます。よろしいですか。全員でご唱和お願いいたしますよ。せーの、チェルー。思い出は作り続けたいと思うんだ。青春のキラキラをいっぱい閉じた眩しいぐらいのアルバムを作りたいと思うんだ。だから私は今日も全力で駆け抜ける。大事なのはノリと勢いとチェルーンなんだ。チェルーンが何なのかは些細な問題です。各自どうぞ存分に考えてください。ご清聴ありがとうございました。